はい、はい、こんばんは、はい、はい、こんばんは、はい、こんにちは、なんか、はい、こんばんは、はい、アナログを読ませます。で、アナログを読ますにはどうしたらいいか。で、まずね、ちょっとボリュームの説明しときたいんですよね、俺。あれ、ボリュームかなり重要でしょ。いろんなセンサーって大体アナログで出てくるもんね。うん、アナログで読むじゃないですか。うん、アナログ、まあ読ますんですけど、まあアナログで一般的なんてボリュームっすわ。ボリュームは可変抵抗っていうのはみんなご存知だと思うんですよ。ボリューム回すと抵抗値が変わると、うん、っていうのが分かると思うんですけど、どういうことなんかと、うん、どういうふうに使うのかというのをちょっと言うときたいなと。でね、ボリュームってね、可変抵抗なんですよ。で、回したら抵抗変わるっていうのは分かると思うんですけど、うん、具体的にどうなってるかって言ったらこれっすよね。なんでか3つあるんですよ、うんうんうん、出てるんですよ。で、これ中身どうなってるのかっていうと、うん、ボリュームってこのマウスタイプとあとこういうバータイプのやつあるんですよ、うん、こっちの方が分かりやすいっすわ。まあ同じなんですけど、うん、やってること、こういうね、長い抵抗体に線出してあるんです、うん、これとかやったら1メガオームとかって書いてあるじゃないですか。書いてあるでしょ、うん、これここ測って1メガなんですよ。で、まあこれ2本ですよね、まあ、この端で、うん、でもう1本がここブラシで擦ってるんですよ。真ん中動くんやね。そう、まあ、例えばここ5ボルトかけといて、うん、0ボルトか、ここの、まあ、電圧効果測ったら、はい、まあ5ボルト落ちてますわね、うん、高校はテスト当てて測ったらね、うん、で高校当てて測ったら、まあ、真ん中やったら 2.5 ボルト出るんですよ。で、まあ、この辺やったらもう0ボルトっすわ。で、この辺やったらほとんど抵抗返してないんで、もう5ボルトっすわ、ほぼ。っていう感じになるんですよ、こうかけたら。うん、だから、まあまあ、言うたら、ここの抵抗値って測っていったら、この辺が0で、こっちが1メガ。1メガで。うん。まあ1メガの抵抗やったらね。まあ、だから10キロオームやったら、まあ10キロの範囲内で、推移するんですけど、うんうん、そういうことなんですよ。うん、で、なんせね、ボリューム、はい、でマイコンにつなぐときってアナログリードするんですよね。アナログを読むんやね。マックス5ボルトで、まあ、255。うん、デジタル値で8ビットマックスやね、うん、まあドラクエの防御力とかの満タンも、ね、マニア50はね8ビットやね、じゃないですか。0ボルトやったら0出るんですよ、うん、だからここの足をマイコンにつなぐんですよね。だからこれがこれ黄色、今これつなげるじゃないですか、 この黄色をそのアナログ読むとこにつなげるんですよ、うん、まあここ電源ですわ、こっちがアースでこっちがプラスにつないでたんですけど、うん、5ボルトかかってますわ、この1秒に、うんうん、でこれをこうやるとこれがこうなっとるってことなんですよ、ボリュームを回すと、うんうん、っていうことはここに出てくる値は端っこで255、逆の端っこで0が出てくるはずなんですよ、ね、うん、マイコンの足が電圧でアナログをデジタルに変換して数字にして入れますよ、うん、でボリュームってこうやって使うんですね、マイコンとつなぐときは、うん、だいたい端に電源かけて、うん、真ん中をアナログリードの端子につなぐんですね、うんうんうん、その前でマイコンの足につなぐんですっていう使い方しますね。これかなり一般的っていうか、うん、覚えておくと、うん、簡単なんで、うん、でちなみにこいつも全く一緒なんですよ、スロットルバルブ。お、新打ち出たね。ボン、はい、ボンボンってなるじゃないですか、はい、でここもやっぱ3本なんですよ。これで何オームのボリュームが使われてるか測ってみましょうか。これが多分88やね、 2.5キロか、こことここの状態が確か 2.5キロオーム、2.5キロオームですね、うん、だからこうは真ん中はこう、どっちかは抵抗高くて低くなったはずやね、うん、2.2キロ、こっち側では0に近いはずやな、300オームで、これで全開にしていくとこっちの抵抗が高くなっていくはずやな、それが 2.5、2.6キロオームぐらいですね。でこれがこのスロットルバルブのここの抵抗値ですよね。これは1メガオームでしたけど、これは 2.5 キロオームの抵抗を使ってやる、うん、でこっち測ると 2.25キロオーム、うん、2.5 キロの抵抗で 2.2 キロなんで、もうこの辺おるってことよね、うんうん、今端っこの方にいます。前平がだからこっちってことですよね、うん、で逆の高校測ったらすごく低い抵抗値が出るはずですよね。測ってみると350とか380オーム、だから 0.38 オームとかですね、うん、でこれはスロットルをひねると変化するはずですよね、うんうん、はい、スロットルちょっとハーフスロットルぐらいにすると 1.4 とか抵抗値が増えていくわけですね。だからこれもほんまにボリュームなんで、うん、同じように端に5ボルトかけて、うん、真ん中の端子の、うん、から出てくる電圧を読めば、うん、読めばスロットル解度が分かるということなんですよ、うんうん、でほぼほぼ大体同じ方式で、うん、圧力センサーも3ピンなんですよ。だからこれもまあまあボリュームになっとうかどうか知らんけど、大概こういうのは端に5ボルトかけて真ん中の値を読めば、うんうん、今の圧力が分かるようになって、うんうん、温度センサーもほとんどそういう端端に5ボルトかけといて、うんうん、5ボルト0ボルトかけといて、あの真ん中読めば A4 になってるんですね。オッツセンサー、マフラーについてるセンサーだけがあれ起電力やから、うん、なんかあれは違うんやね、ちょっとちゃうはず、うん、まあ、どうやるのか知らんけど、うん、まだそれは後で考えます、うん、いうことでフルコン作るにはやっぱこのアナログリードっていうのは非常に必要なんですね。でもサブコンの場合はこいつがほんまのコンピューターに繋がってるんで違う配線せなあかんねんけどね。
サブコンの場合は3つこう端子つながってるじゃないですか、うん、まあ、これ 2.5 キロでしたよね。でこう、まあ、出てきますわ。でこいつ使ってしまったらこいつ二股も分けるわけですよね。こっちほんまのコンピューターですよね、うん、純正の PCU ですよね、うん、で分けて読むわけですよね、こっちにサブコンに、うん、でここあんま容器つこうたらこっちのここの電圧落ちてもて、うんうん、丸々全部こっちに行くの狂ってまうんで、ここに1メガとかでっかい抵抗かますんですよ。ほんならここの圧ほとんど下げることなくちょろちょろっとこっちで来るじゃないですか、うん、けどこれでサブ読んだらここがすげえものすごい狭いオリフィスってことですよね、うん、エアで言ったらね、うん、だからここの値がちゃんとした値出えへん場合があるんですよ、うん、まあ、これも何ぼか電流使うんで、ふん詰まりの後のここの圧測るんで、ちょっとつこたらシュームに追ってまうんですよ、うんうん、ほんまはここ 2.5 円の向こう、うん、1とかに、うん、マイコンも電力使うからね一応。そう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 、だからここにオペアンプかますんですよ。でオペアンプで増幅せえへん、利得0、1で全く、うん、同じ電圧のまんま電流つこてもええ状態にするんですよ、うん、別回路やけど、そうそうそう、ここにオペアンプつけて、うん、ボルトだけ別で電源つこって、うん、ここの電圧を保持するんですよね、うん、それボルテージフォロワーっていうらしいですわ、うん、でボルテージフォロワーで電流を補ったオペアンプ通った後の電圧をマイコンにつなげば正常にアナログリードできるんで、うんうん、正式な回路から拝借する場合はボルテージフォロワーフォロワーをしないとあかんよ、うん、だから多分あのサブコンもそうなってるはずっすよ。ほなやりましょうか。まず一応配線は俺したんですよ。スイッチどっかにつないで LED もう一個、うん、赤だけやったじゃないですか、うんうん、増やして、うん、でこれをアナログ読む足につなげるんで、うん、4つある入出力ポート全部使う、全部使うたよね、うん、はい、って状態ですね。でまず何をしたいかというと、ね、アナログ読みたいんで、はい、あのアナログつながってる足の設定をします。なんで前のプログラムを開けてもらってですね、はい、このヘッダーの辺は関係ないんですよね。最初の足の設定なんか一切してないよね。まあいっちゃうんすかね。これで最初入れたやつやね。なんて読むか知らんけど TRISA BITS。 トリスタは何やっとこかっていうと、出力ドライバーを無効有効にすんねんな。だから出力で使いたかったらオンすればいいんかな、うん、だからこの LED がつながってるポートを2つオンすればいいんで、うん、0と1と2が全部0になったんだけど、0が使うやな、1が使えへんで、この2つつながっとる場所どこやったんかな。足の A が書いてあるやつないかな。あ、これやな。ここに足のうんぬんが書いてある。RA2 と RA3 を出力の設定すればいいかな。最初の RA0、うん、RA1、RA2 の足がアナログ入力できる足やな。設定はもうトリサだけやね、うん、俺思っとったんかな。で、トリサを0にするか1にするかで入力か出力かが決まる。で、ポルタは単なる入出力ポートやから、もう足と同じ意味。うんうん、じゃないんかな。とりあえず一回じゃあポルタって入れました、走らせます、うん、ポルタ自体が入出力ポートってことやからね、うん、あ、それもうアゲインでいいんじゃん、いいの、スイッチと LED 直結出してほしいねんけど、 RA1 イコール RA0 とかにしたらスイッチ押した時だけ光るのか、そのそういう計算なのかな、ね、ポルタのすなわち1ビット目やなが入力ポートなんやな、でそれイコール、うん、あの0ビット目ってしとんねんな、そのまま出力するってこと、うん、スイッチの状態がそのまま LED に反映されるよっていうことだけど、ちゃんと配線つながっとけばね、エラー出てない、出とんな、あ、コロン入ってへんやん、あ、これか、うん、あかんでいいとこや、あかん、なんかマークついてない、何かあかんマークいけないな、一個もつけへんっていう、それでいけるはずやけどな、何がおかしいんやろな、あ、でもそれ PWM 走っとんじゃん、上で消すほんなもん、これでこれもう一回ビルドしたらいけるんちゃう、いった OK で、で書き込んだらいけるはずやけど、あかん、あかんかった、疲れて目がしょぼしょぼするな、焦点合えへんもん、いや、めっちゃしんどいな何やん今日の声そんなんかしんどいね、しんどいわ、しんどい、寝てまいそうそれ、一回行ってみようか、なんかちゃうとこに何か赤いもんが入っとるとか、そんなんか、ここは行くんやな、ビルドは、うん、で実際実機に掘り込もうとしたら何かミスっとんの、一回 Google 翻訳でも訳しみたいな、ターゲットデバイスは 無効なデバイス ID です、デバイス ID って何、分からん、前行けたもんが行けへんなっとってことは、何かハードウェアに問題あるか、うん、配線に問題があるかどっちかやな、この書き込むデータが何か LED とかに食われておかしになっとると思うんやけどな、俺だこのスイッチのところの線を動かしたら何かいけそうな気するんだけどな、配線が抜けてたりとかしたら起こるみたいだけどな、なぜデータが行ってへんってことアイコンに、うん、つながってない、あるいはピックを超えてる場合はデバイス ID0、 これかな、でもう一回、まあ一応もう一回スイッチ動かしてよ、いただいてみる、はい、うん、あかん、うん、なんかブリンク片方ずつのあたり書き込めたんちゃう、書き込めたな、何かがおかしかったね、やっぱ接触不良かなとか、あ、スイッチ動かしたらいけた、うん、なんかの接触不良よ、で今何倍だっけ、3イコール RA0 とかじゃんにしたらスイッチが使えるはずというのが、うん、そうですね、さっきの話だったね、
とりあえずこれで一回流しましょう。あかんかった。このスイッチ浮かすで、もう一回どうぞ。いけたわ。スイッチ繋がっとったらなんかあかんねえな、これで押したら変わりません。変わらん理由なんか知らんが、このスイッチがちゃんと繋がってないかな。何わかんねえやろ。3のノットを1にとかでできへんの。ノットって何？何を？ノットってなんて書くの？何だっけ？ああ、びっくりマークやな。びっくりマークだけ？そう、逆やで。じゃあ RA0 イコール RA3 って書かんと、読み出しとんのが逆や。書き込まれる方を左に書かなかった。が逆やったんか。うん。あ、そうやな。一回ちょっとこれでやってみようか。これ浮かさなあかんな。で、これ浮かすとってことは、これオンになっとるってことか。うん。このスイッチ逆なのかな？微接なの？こっちでどんな？え、じゃあここをマークスイッチもしかして。あ、ついてた、よかった、できた、できた。あ、スイッチこれ、あれやわ、こうやったら通じとるわ。あ、できた、できましたよ。できた、はい。できましたよ。で、はい、RA2 イコール、2が LED 緑につながっとるから、そう、2イコール RA3 のびっくりマークにしたら、交互になるはずやった。そう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 。だからこのスイッチが、思っとったら、ちゃうかったね。こう、こうやったね、ほんまは。これ、こう、90度。それでずっとかかりっぱなしになって、そうそうそう、で、エラー出たんや。いくで。なんかエラー出たな。あかんかった。びっくりマークの書き方が違うのかな。かな。あ、逆やわ。逆なんかい、あのびっくりマーク RA3 の前やわ。先に書くんか。さすがな、これで多分いけるはず。来たよこれ。いった、行くで。はい、おお、いた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 。あー、よかったよかった。はい、進歩しました。うん、瀬尾さん押さしたぞ。ほら瀬尾さん、これ押してみてどうですか。なんかやっと寝れると思った。まあ俺がスイッチちゃんとテスターで測らんとつけたから、うん、あー、まあまあ、それで、まあ今までプログラム入らんかったと、はい、いうことですね。はい、だからこれスイッチオンにしてたらプログラム入んないです。このプログラム書くとこうなります。はい、そういうことで C 言語は左側が値入れられる方ですから、それは逆に入力ポートにずっと書き込んでたっていうアホなことしてたんですね。じゃあガンガンって言ったっていう。いや、もうその前にスイッチやな。あ、俺が悪い。まあとりあえずできましたと。ということで、あ、俺が悪い、全部俺が悪い、なんでやねん。あ、ほんでね、足立からのリクエストで必ず師匠さん決めのゼリフ言ってくださいって言ってたんですよ。はい、終わりにくいんでっていう。いきなり終わり。ギターあるんでギター弾いてもらってもいいですよ。うろ、F 押さえましたね今。そう、さっき言うなよ。さっき言うたよ。それなんか必要だったんですか。うん、それで終わるつもりやった。じゃあ B フラットで終わります。はい、B フラット。何やねんそれ。